ドリームチェイサーです。今回は妖怪ウォッチの食玩不思議アイテムズから妖怪ウォッチのふみちゃんバージョンを紹介していきたいと思います。ミニメダルが付属していて、こちらにはコマさんがついています。ゲームの中ではもう出てきてるのかな、このふみちゃんのアイテムは。でもゲームをやっていないので、これは初めて見るアイテムですね。ルーレットゲームで遊べるスタイルになってます。メダルも入れれる場所があって、これはデラックスバージョンも出るんじゃないかなっていうのがちょっと予測されるものですね。では開けてみたいと思います。時と同じようにカモが入っていました。ふみちゃんの場合はもう出来上がってますね。完成品が入っています。あとはコマさんのメダルを作るだけです。コマさんのメダルも作るときには貼るときにはチバニャンの時と同様、この下の空いた部分とここの下の突起部分のところを合わせて貼ってあげてください。これで完成です。さて、これはどうやって使うのかな。ここにコマさんのメダルを入れるんですね。入れるとどうなるんだろう。あれ、下のルーレットを動いて。あれ、これ出すとき、あ、ここがもう開いてるんだ。開いてますね。ここが開いてるようになっていて、そこにスライドさせるんですけど、ここにちょっと見えづらいかな、ここに突起があるので、これに横のラインを合わせて入れてあげるみたいです。中の奥に差し込むときにはちょっと上からこうしっかり奥まで入れてあげてください。これでセットオン状態になるみたいです。かわいいですね、この見えてる感じが。首に下げるのはこういう形なので、使うときこう手に持ってセットオンする感じですかね。で、中のルーレットはどこだっけ、ここですね。下の部分で当たりとか矢印があるので、チバニャンです。トホホギス、土の子を使って遊べるみたいです。子供は結構このギミックが好きかもしれないですね。お、超ラッキー、2回続けて嬉しいです。そしてさっきのコマさんは1の、ケータの妖怪ウォッチでももちろん使えて、こう入れることができます。ですね、こうやってはめることができます。もちろんこっちのふみちゃんの方にもチバニャンのメダルが大きい溝の方に合わせて入れると入れることができます。かわいいですね、やっぱり。そしてこのような形になります。以上、食玩の妖怪ウォッチ不思議アイテムズの2番ふみちゃんの妖怪ウォッチの紹介でした。次回はこちらの妖怪大辞典の方を見ていきたいと思います。